機内食、朝食の例機内食、昼食の例機内食、夕食の例、軽食の例、エアカナダ、オタワ発セントジョンズキ、2015年6月。チキンブリトーとナッツ類機内食とは、航空機内で航空会社が提供する食事のことである。競技には、航空会社のサービスとして、無料できないで乗客に提供される食事を指すが、パイロットや、 客室乗務員が機内で仕事中に取る食事も機内食である。一方、空弁など当該機体を運行する会社とは無関係に乗客が持ち込んだ食事は機内食とは呼ばれない。航空自衛隊や海上自衛隊においても長期間の飛行の際は機内食が準備され冷凍化されたものを電子レンジで温める方式が取られている。通常は 空港近辺の工場で製造されて機内に積み込まれ、離陸後に機内にあるギャレーで加熱後、各席に配膳される。国際線では、一定時間以上の飛行では、要望に応じて機内食を提供しなければいけないことが国際航空運送協会の取り決めで決まっている。全体的には、飛行時間が長くなるほど、また座席が上級になるほど、食事が充実する傾向にある。 格安航空会社では簡素化されていたり有料化されていたりない場合も1919年10月にハンドリーページトランスポートがロンドン発ウパリーきの便で機内食を提供したのが世界初である世界初の機内食はサンドイッチと果物のみであった朝食、昼食、夕食、軽食、間食などに分類されている座席のクラス、例えば エコノミークラス、ビジネスクラス、ファーストクラス、エグゼクティブクラスなどによっても分類されている。実説の機内食の内容で詳しく説明する。エコノミークラスの一般的な構成一人前をトレイに乗せて配膳する。酒は上級席種では無料であるが、エコノミークラスでは酒の種類によっては有料となることもある。エールフランスは エコノミークラスでもシャンパンが無料で提供されている。主菜は肉と魚、鶏と牛など2種類の料理の中から選択できるが先着順のため一方しか残っていないこともある。このため余っている方のメニューを注文すると客室乗務員に喜ばれることがある。近年では顧客獲得のため機内食のメニューを選択できることも多い。例えば、 日本航空をはじめとする日本の航空会社では和食をメニューの一部に入れるほか、愛観航空ではビビンバ、タイ国際航空ではタイカレー、ブリティッシュエアウェイズではイングリッシュブレックファストなど、故郷料理も提供し、選択できるようになっている。また、エールフランスの長距離路線では、シャンパンやパンの無制限の提供が行われる。ファーストクラス。 ビジネスクラスの一般的な構成コースメニューとなっており、いずれも3から4種類から選択できる。エコノミークラスと異なり、事前にメニューの予約を受け付ける航空会社も多い。また、その国の郷土料理を提供する航空会社もある。配膳は料理ごとに行われ、各席で食器に盛り付ける。近距離路線ではボックスミールになることもある。長距離路線では サンドイッチ、ピザ、アイスクリーム、ラーメン等の間食が用意されていることが多い。アラカルトで自分の都合の良いタイミングで頼むこともできる。朝食ランチやディナーと異なり、あっさりした軽めのものが多い。国際線では主に到着前の2回目の食事で提供される。また、朝に当たらない時間帯の軽食をリフレッシュメントと呼ぶこともある。 特別食ほとんどの航空会社では医学的、宗教的理由によって通常の機内食を食べられない乗客のために特別食を用意している。特別食の具体例としては以下のようなものがある。特別食はどの機体にも常備しているわけではなく大抵は事前に予約を要する。ただし航空会社や目的地によっては乗客の需要が異なるため2種類ある通常食の 一方がベジタリアンミールだったり、ムスリムミールのみとなることもある。特別食は、信条や、信仰宗教とは、無関係に申し込みできる。例えば、豚肉アレルギーを持つ人間が、イスラム食を申し込むことは可能である。提供される個々の特別食の詳細については、各航空会社の公式ウェブサイトなどの案内を、参照のこと。 乗務員向け万が一食中毒が起こった時に、乗務員が全員発症して機内に混乱を招くという事態が起きることのないよう、客室乗務員の一部は乗客と異なる食事をとる。また、特に操縦クルーについては、同様の理由で操縦不能という最悪の事態を防ぐため、機長と副操縦士は、機内食はもとより、地上での食事でも、それぞれ食材、調味料などが、 全く異なるものを食べる。操縦クルーの場合、選択肢は機長の意思が優先される場合が多いため、副操縦士は好きなメニューを選べないことがある。多くの航空会社では、クルーム機器内食はビジネスクラスと同程度の食材、献立をエコノミークラスの食器などに簡易的に詰めたものである。また、ルフトハンザドイツ航空のように、 客室乗務員用の食事が用意されていない航空会社もある。その場合、客室乗務員の食事はビジネスクラスやファーストクラスの乗客向けに調達された機内食から余ったものが食事として割り当てられることもある。また、大規模な空港の多くでは事前に乗務員用の機内食を購入することが可能となっている。チェジュ航空など一部の航空会社では パイロット機内食として乗務員向けのメニューを乗客に提供をしている例もある。貨物機の場合貨物機にも小規模ながら機内食の設備があり、遠距離便を中心にエコノミークラス相当の食事が用意されるが、客室乗務員がいないため手の空いている乗務員が用意する。貨物の関係で乗務員以外のものが貨物機に添乗する場合はその人間の分も手配されるが、 乗務員の飲酒を防ぐため飲み物に種類は含まれない。政府専用機の場合政府専用機の機内食は本国もしくは訪問先であらかじめ発注し積み込まれるのが基本である。日本国政府専用機の場合は JAL の関連会社であった TFK が機内食を担当し、同社では他国の専用機の機内食も受注、納品する。例外として アメリカ合衆国大統領専用機のエアフォースワンは、機内にキッチンが2カ所備わっており、同機が拠点とするメリーランド州アンドルーズ空軍基地で全日程の食材を一括で仕入れ、基地内の厨房で下ごしらえしたものを真空パックで保管して積み込み、機内で仕上げをして提供される。このため、米空軍の給仕係も、シェフとして登場する。 調理ボーイング747から400型のギャレー機内食には膨大な量の食材が必要となるため、地上の工場で調理した生鮮食品は急速冷凍庫で凍結保存される。安全規制により民間航空機内では直火を用いることができないため、客室乗務員が地上で調理された機内食をギャレーで温めて提供する。主催は半加工品。 冷蔵状態で搭載され、配膳の直前に加熱される。例えば牛、ステーキ肉の場合、工場出荷段階では、反省状態にして、機内で再加熱する。加熱方法はオーブンで数個ずつ加熱する方法と、各トレイに加熱盤を備えて、主菜だけを一斉に加熱する方法とがある。ただし、前者の場合、使用するオーブンはマイクロ波で加熱する、電子レンジでは、 航空機の運航に支障をきたすため、水蒸気を使うスチームオーブンレンジのみとなる。高度1万メートルにある気圧の低い機内では、余圧による湿度低下により、味覚が鈍くなる。そのため、通常の食事よりも濃い味付けが必要になる。エミレーツフライトケータリングの機内食の管理責任者であるヨーストハイマイヤーは、余圧の影響について、 エアバス A380 やボーイング777など新型機では新技術の導入などによって機内は標高2500メートルにあるスイスアルプスのベルビエとほぼ同じ状態であると指摘し、地上ほど繊細な、繊細な味を上空で味わうことはできないかもしれないが大胆な味付けにより軽減できるとしている。配膳客室乗務員が スカートに乗せて通路から各席の可動式テーブルに配膳する。機体の前後やワイドボディ機では主翼付近から順番に回る。なお、種類の選択が可能な場合、マイレージ上級会員から先にオーダーを取り選択肢を残すようにしていることが多い。食器エコノミークラスではプラスチック製またはアルミ製の容器が多い。 ビジネスクラス以上は陶磁器製の食器が使われる。ナイフ、フォークなどはコスト削減を主眼に使い捨てが可能なプラスチック製を使用している。基本的にビジネスクラス以上では金属製のカトラリーが用いられ、航空会社によってはエコノミーでも環境保護の観点から金属製を用いる航空会社もある。近年は 航空燃料節約の観点から、軽量化食器の開発が盛んである。機内食工場とフードローダー機内食工場、商工可能なフードローダーの二大ベース車、日野、スーパードルフィン機内食工場は多くが2階建てになっていて、1階は空のカートを回収して、食器を洗浄、2階は調理、配膳とトラックへの積み込み口になっている。 空港近隣の機内食工場から航空機へ機内食を盛り付けしたカートを輸送するトラックをフードローダーと呼び工場での積載時と航空機への積み下ろしの時に荷台が機体の高さまで持ち上がる。なお航空機へ機内食を積み込む時はローダーの前から行う。エミレーツ航空の子会社エミレーツフライトケータリングのドバイの工場では 毎日300万点の使用済み食器や器具類の洗浄が行われている。機内食は飛行機に登場した時にしか食べられないが、航空会社の関連会社やケータリング会社が経営している空港内部のレストランで、機内食をレストランの品目に掲げているケースがあるが、味付けは飛行機で提供される食事と異なり、地上で食べる味付けとなっている。 そのメニュー、食材がどこの航空会社に提供されているものと同一であるかなどつまびらかにされないのが一般的であるが特定の航空会社とタイアップしたフェアなどの折には稀に機内で出されるものとほぼ同一の仕様のものが提供されることがある。2020年の新型コロナウイルス感染拡大により国際線が大幅運休になり大量の機内食が余っていることから 自社の EC サイトで販売したり、空港で中期中の飛行機を使用した機内食レストランを営業するなど、機内以外での提供が増えている。価格競争が激しいアメリカ合衆国の国内線では、エコノミークラスからコストカットの影響で、無料の機内食が消えて久しかった。こうした動きに対して、 デルタ航空は2016年競合各社とのサービスによる差別化を図るためニューヨークとロサンゼルス、サンフランシスコを結ぶ路線でエコノミークラスの乗客に対して機内食の無料提供を試験的に開始。2017年3月1日からは北米大陸横断路線の12路線に拡大した。この動きに対してアメリカン航空も 北アメリカ大陸横断路線などで機内食の無料提供を行う動きを見せている。歴史日本国内では第二次世界大戦前に国内線に就航していた大日本航空が国内線の乗客に軽食を提供していたのが始まりとされる。第二次世界大戦後は日本航空がアメリカのノースウエスト航空から乗員とともにリースしたマーチン2から0から2型機、 木星号で1951年10月25日に羽田空港、伊丹空港、福岡、板付空港間の定期旅客運行を開始。この第一便の往路には東京ステーションホテルが、そして袋にはロイヤル株式会社が卵とハムのサンドイッチや魔法瓶に入れた紅茶を機内で提供したのが戦後の機内食の始まりである。その後、同社に追従して、 他社も朝のビニや夕方から夜間の長距離路線では箱詰めにされたパン類やスープなどの軽食が提供され、その他の時間は菓子が提供されるようになる。国際線とは異なり、飛行時間の短さや提供人数の多さによる積載量とコストの観点から少量で、ギャレーでの加熱を要さない冷静の食材が用いられた。また、日本航空、全日本空輸、 日本エアシステムの大手3社がスーパーシートを導入した後は3社ともに昼食及び夕食時には加熱された機内食が提供されるようになった。1998年の新規航空会社の参入に伴い事前購入型運賃の充実による航空運賃を引き下げる価格競争に入ったことから大手3社では1999年3月をもって 普通席での軽食サービスは全廃され、すべての時間帯で菓子のみの提供となる。そして2000年頃からは、菓子の提供も取りやめ、飲料のみの提供となった。普通席での提供廃止後も、大手3社のスーパーシートでは早朝、夕方出発便で提供されてきた。日本航空では、日本エアシステムの事業が統合された2004年に、スーパーシートを廃止し、 クラス J への転換を図って坂のみの提供となったが、2007年12月に国内線ファーストクラスの提供を開始し本格的な機内食の提供が再開された。その後全日本空輸もスーパーシートプレミアムを提供するなど、上位クラスのサービス向上が図られている。航空業界の規制緩和政策により1990年代後半より、 順次設立された新規航空会社では会社によりサービスにばらつきがある。スカイマークがかつて設定していたシグナスクラスやアイベックスエアラインズの早朝便ではかつて軽食の無償提供を行っていたが現在は取りやめている。現在無償で食事の提供を行っているのは富士ドリームエアラインズとエルデューの一部便のみでパンや酒に限られている。 2012年より順次開設した格安、航空会社は機内食の提供を行っているが、飲み物を含め全て機内販売という形で有料提供されている。コミューター路線は距離や機材の規模から行われないことが多いが、天草エアラインの未通年で飲み物や酒の提供が行われている。大手二社新規航空会社酒一例食事の提供は行っていないが、 飲み物に関してはお茶、コーヒー、スープ等を無償で提供しており、スープは九州ご当地のあごゆずスープである。またアルコールの有料販売も行っており、こちらも九州、沖縄ご当地となっている。飲み物はお茶、コーヒー等を無償で提供しており、コーヒーには森永製菓製のチョコレートがついてくる。また、路線限定でミネストローネとオニオンスープも提供している。 食事については、路線限定で、増水、リゾット等を優勝で提供している。アルコールは就航当初、夜間便でビールを無償提供していたが、飲酒運転防止を理由に一旦取りやめとなり、現在は、優勝で提供している。格安航空会社コミューター路線ごく短距離の路線を除き、1から2回の機内食が提供される。配膳時間は、出発地や、 到着地の時間に関係ない場合が多い。近距離便では、おおむね離陸から1時間以内、遠距離便では1回目は離陸からおおむね2時間以内、2回目は到着予定時刻の約2時間前である場合が多い。このあたりの事情を全く考慮せず、出発直前に食事を多く取ると、機内食が十分食べられなくなったり、機内食を十分食べたことで、 到着地での食事のリズムを壊し体調に影響が出る場合もある。なお、ほとんどの国際線では、宗教、思想、心情、医療上の理由から特別食の用意があり、事前に申し込めば特別食が提供される。この他に、機内食として出される食事以外にも、随時ビスケットなど、軽食のサービスや夜行便等では、夜食として、パンやサンドイッチ、 日本への発着便では、おにぎりやカップ麺他などの軽食を用意している会社もある。基本的には、相手国の業者と契約して、袋便の分を手配してもらうが、日本初の韓国や台湾、中国、グアム線のような近距離路線では、袋の分もまとめて乗せることもある。業者機内食を調理する業者は概ね航空会社が、出資する関連会社が多いが、一方で、 外食企業が機内食事業を手掛ける場合もあり、近年は料理のグレードアップの際に有名レストランやホテル、料亭などがメニューを監修することもある。メニュー一般に航空会社の本国の料理が出されることが多い。また座席等級によって食事の内容が異なる。アラブ首長国連邦のドバイにあるエミレーツ航空の子会社エミレーツフライトケータリングは 世界最大規模の機内食工場である。エミレーツ航空では世界142カ所に向かう400以上の路線用の機内食が毎日最高18万食必要とされ、ドバイの工場ではその約65%が製造されている。ありがとうございます。